こんにちは、ニッケです。今回作るのはこちら、機動戦士ガンダム水星の魔女よりデミトレーナーチュチュ専用機です。このキットはアスティカシア高等専門学園地球寮の強肩チュチュことチュアチュリーパンランチが登場している機体です。今回はほんの少し回収してオリジナルカラーにします。それでは内容を確認していきます。ランナー4枚とパーツ数は少なめ、最新のキットということもありポリキャップレスな構成で、黄色の外装とクリアのパーツ以外は柔らかいプラスチックになってます。リード線とシールが付属しています。シールは3箇所だけなので色分けに期待できそうです。組み立ての工程に移ります。まずはざっとパーツを切り出していきます。ぐりゃぐりゃと切り出したら黙々と2度切りしておきます。2度切りした後、引けてる箇所やパーティングラインにヤスリをかけて処理しておきました。ここから構造の解説を交えつつ仮組みをしていきます。まずは脚部から。足はつま先とかかとが稼働する以前作ったルブリスと同じような作りになってます。脚部はフレームに外装をかぶせて取り付けていく構造で、膝パーツが C 型ジョイントになってます。膝のカバーは曲げて前から取り付けます。前からはめるのはちょっと新鮮。デミトレーナーは今までなら分割されていたような部分が一体で成形されまくってます。そこそこ大きい代替と硬いの外装パーツまで一体になってるのがすごいです。この部分が装甲じゃなく補強のバーになってるのがかっこいい。側面に取り付けたスラスターにはスライドするギミックが入ってます。足首は軸接続なので横ロール稼働になってます。悪くはないけれど、ニッケ的には横よりも前に回ってほしかった、ちょいと残念。腰部は他ではあまり見ない独特な構造をしています。ここの基部のパーツも一体成形です。地味にすごい。上部のプレートをこのように取り付けて後ろで固定します。フロント部分は実家のような安心感のあるおなじみの構造です。後ろのロックを外すとプレート部分が動かせれるようになり、ロックする位置を変えることで腰の角度を何段階か変更できます。胸部もデブリスと共通点が多く、お腹と胸腰部分の接続と肩の付け根がボールジョイントで、基部のフレームに背面の外装を挟み込むセミフレーム構造になっています。バックパックは4パーツ構成ながら情報量が多くてかっこいいです。次は腕部です。前腕は基部に外装をかぶせて手首のパーツをはめ込む形になってます。上腕は肘にかけて C 型ジョイントのパーツになっていて、肩の関節を隠すカバーを側面から取り付ける作りになってます。ではボールジョイント接続で持ち手も付属しています。肩部分は左右非対称で、右肩は装甲を配してフック状のバーに換装した簡素な見た目で、左肩は小型のシールドを取り付けた装甲マシマシなデザインになってます。ちなみに小型のシールドは2段階に可動が入っているので結構動かせます。頭部は最近のキットの例に漏れず、少ないパーツ構成ながら見事に色分けが再現されています。このバー動くんだけどアンテナに引っかかるんですよね。ライフルを組み立てていきます。差し込んでつなげていく作りになっていて、組み替えを想定している 30mm シリーズの武器と同じような構造になっています。後に発売されるデミトレーナー用拡張パーツセットを使ってカスタムできるのかもしれませんね。リード線をつないでライフルを本体につければ仮組みの完了です。どこか懐かしさを漂わせるデザイン、銃器っぽくてすこぶるかっこいいです。このデミトレーナーは経済的事情で新型を導入できない地球寮がどうにか価値を拾えるように最初期型を射撃特化にカスタムしたという設定があるため、学園に通常配備されている訓練機とかなり見た目が異なります。捨て頃上等なチュチュ先輩がこの機体を使ってる背景がなんともせちがらいです。仮組みの時にも言いましたが、今までなら分割されていたような部分が一体で成形されまくっていて、パーツ数がかなり少なく抑えられています。そのおかげで組みやすい上に目立つ合わせ目が全然ありません。表に出てくる合わせ目はライフルの先端くらいでしょうか。ここも範囲が狭いため目立たないレベルです。
シールの保管箇所は胸元とライフルのスコープ部分のみで、細かい箇所は保管しきれていなかったりしますが、色分けも優秀です。ワンセットは色がついていませんが、手の甲のパーツが全て入っています。差し替えになっていることが多いので、ついてるだけで嬉しい。レビューの最後に手足の可動範囲だけちょいと見ていきます。肩はかなり上がりますが、肘は一軸なので腕の曲がりはそこそこといったところ。膝は二重関節かつももの裏がくぼんだデザインなので、めっちゃ曲がります。つま先とかかとが回転するので足つきが良く、かなり開脚しても自立させることができます。ただ足首が前に回らないので、膝は落とせてもここまでといった感じです。とはいえ動かせる箇所がとても多く、可動範囲は HG トップクラスに広いです。水星の魔女のキットはどれも完成度が高いですね。塗装に入る前にちょいと工作します。まずはライフルの先端の合わせ目を消しておきます。むぎゅっとやって溶け出したプラは硬化したら動画外で削っておきます。足の裏の肉抜きをプラ材とカラーパテで埋めておきます。埋めておいてなんですが、ここの肉抜きほとんど見えないし、埋めただけじゃ逆に見た目が微妙になるので、正直スルー安定な気がします。ここからちょいと回収していきます。バーが引っかかるアンテナは成形して角度を変えておきました。ライフルを支えるアームの可動箇所が少なくて、ポーズがかなり制限されるので、ぶった切って市販のジョイントを加工して追加しようと思います。銃側は肉抜きを埋めてから穴を開け、ランナーの細い部分と真鍮で作った軸を刺してます。反対は固定です。これでアームがフレキシブルに動かせれるようになりました。見た目は変わっちまいましたが、多少はポージングの幅が広がりそうです。足首のフレームパーツを市販のジョイントに置き換えます。取り付けるのに軸を少し細くし、受け側の側面を削って外装がはまるようにしています。接続できるように足の軸をカットし、3ミリの穴を開けます。ピンバイスで大きな穴を開けるときは事前に小さな穴を開けてからやってます。補強も兼ねてフレームの肉抜きをプラ棒で埋めておきました。ボールジョイントの軸を開けた穴に差し込みます。これで元の可動は維持しつつ、足首を前にも動かせれるようになりました。足首にジョイントを仕込んだことで、このようにベタ足でも膝を落として足を引くことができ、連動して腰もかなり落とせるようにもなってます。塗装の工程に移ります。今回はオリジナルカラーにします。まずはフレームなどのパーツは青みがかったダークグレーにしてみました。外装の見える裏側は事前に暗い色を入れておきます。明るい色はシルバーサフとグレーサフを1対1で割った塗料で下地を入れてから塗装していきます。実験的試みでサフを混ぜてみたのですが、シルバーサフ単体よりもサフ自体のノリは良くなり、ノア塗りの発色はシルバーサフとほとんど変わらないという結果になりました。とはいえ隠蔽力の低い色は塗り重ねる回数を減らすため、下地に同系色の濃い色を挟んでから塗装しています。メインカラーはライムグリーンにしてみました。色が足りなかったり足したい箇所はマスキングして塗り分けしておきました。バックパックのスラスターはマスクかけるのが面倒だったので筆塗りです。希釈したエナメル塗料を使って積み入れをしておきます。はみ出した塗料は溶剤を染み込ませた綿棒で拭き取っておきます。にぎやかしにデカールを貼っておきます。 DCC プロジェクトチュッチュです。軟化剤をかけて圧着したら乾燥を挟んで、デカールの保護と質感を整える目的でクリア塗料でコートしておきます。今回は艶消し仕上げにしました。ライムグリーンに塗装した外装だけ少し光沢クリアを混ぜてちょいと艶をつけてます。すべての工程が完了しました。最後に組み直して完成です。Time for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Fire in my eyes, stir counterclockwise. I dream of you all night.専用機をちょいと回収し、オリジナルカラーで仕上げてみました。
配色は川崎のヴィンテージバイクのようなカラーリングを意識してます。ペントレーナーはとにかく整形技術の高さを見せつけられたって印象の良いフィットでした。人を選びそうなデザインをしてますが、組みやすく組み心地も新鮮なのでめっちゃおすすめです。随所に開いた3ミリ穴を使ってカスタムするのも面白そう。ご視聴ありがとうございました。